アメリカのトランプ大統領は20日、13日に通商協議の合意を発表して以来初めて、中国の習近平国家主席と電話会談しました。会談後にツイッターで、正式に署名の準備を進めていると明らかにしました。トランプ大統領はツイッターに、習主席ととてもいい話し合いができたと述べた上で、 正式署名のの準備が進んでいるとの認識を示しましたまた中国の国営メディアも習主席が合意内容を評価したと伝えていて米中首脳が共同歩調を取っている姿勢を内外にアピールしました。